イケメン大家の面白日記。不動産投資賃貸物件の大家をやってます。大家をやってるといろんな経験をします。面白いと感じたことを発信します。うちの物件であったことですが、ペット飼育禁止の賃貸物件なんですが、爬虫類はペットと違うと思ってた人がいました。なんとその人はピラニアやタランチュラ、ヘビなど飼っていました。その人が引っ越しするまで知らなかったです。それも引っ越し業者さんが教えてくれました。その人はペットは可愛い小動物だと思っていました。ってことで爬虫類などは大丈夫と思っていたそうです。引っ越し業者さんもドキドキで作業したそうです。人騒がせな入居者でしたね。ではまた見てくださいね。もし面白いと思っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いします。